家庭菜園ライフ。埼玉市で菜園をやっています、あじまです。今日は春にアブラムシの被害を減らすためのそら豆栽培の始め方をご紹介していきます。そろそろそら豆の種まき時期だと思います。種をまく方、苗を植える方いらっしゃるかと思いますが、10月後半から11月中旬ぐらいまでが最盛期になるかと思います。そら豆の栽培の難しさは何といってもアブラムシの対策です。今日はそのアブラムシの被害を生育初期に予防する方法や、そら豆を元気よく育てる方法についてご紹介していきます。最後に質問にもお答えしますので、ぜひご覧ください。では行ってみましょう。それではそら豆栽培のやり方について少し振り返ってみたいと思います。こちらはそら豆を実際に種まきしている場所です。そら豆は多少肥沃な土地でやる必要がありますが、肥料分が多すぎますとアブラムシがよく発生します。ですのであまり肥料は投入せずに、栽培をほとんどしていなかった場所で育ててみてください。栽培をほとんどしていなかった場所では肥料を入れて栽培してみてください。このようにマルチを張って冬越しをさせますとうまく春まで育つと思いますので、マルチをして育ててみましょう。こちらは種まきをしたそら豆ですが、このように頭を少し出して植えるのが特徴です。まだ芽は出てきていませんが、種が腐っていないようでしたら少し様子を見てみましょう。春にアブラムシを減らすためには定期的なチェックも重要ですが、栽培初期のポイントも重要です。その点についていくつかご紹介していきます。それではポイントです。1つ目は苗選びです。種を植えずに苗を調達する方もいらっしゃるかと思います。しかしホームセンターで売っている苗はしっかりと見極めて購入しないと失敗の原因になります。こちらの苗をご覧ください。こちらは2つ問題点があります。1つ目ですが、徒長しすぎています。このように葉と葉の節間部分が非常に長く、少しひょろっとした見た目をしています。原因としてはホームセンターで日の当たり方に問題があったか、使っている土が肥沃すぎるなどの原因があります。このような苗は非常に大きくて立派にも見えますが、植えた後の生育があまり良くはありません。このようにひ弱な苗を植えてしまいますと、早い段階からアブラムシに狙われてしまう可能性があります。そら豆はあっという間にアブラムシの被害に遭いますので、せっかく適期に苗を植えても全滅してしまうようなこともありますので、徒長した苗は選ばないようにしてください。見極め方としては葉と葉の間が狭くひょろ長くないようなものを選んでください。もう一つの問題点としては、冬越しをするにしてはもうすでに大きすぎるということです。そら豆を冬越しさせるときにはだいたい15センチぐらいが最適です。植える前からすでにもう15センチ以上の大きさになっていますので、冬の寒さにあたり枯れてしまう可能性がかなり高いです。もし12月までに15センチ以上になってしまった場合には、先端を摘心するという方法もありますので、それについてはまた時期が来たらご紹介していきたいと思います。ですので苗を調達するときはあまり背丈が大きすぎるものも NG です。注意をしてください。それでは続いてのポイントです。芽が出てきたとき、苗を購入したとき、生育初期の注意点です。アブラムシが初期に発生する場所として成長点の付近があります。成長点付近に最初にアブラムシが発生し、その後倍に増えていきます。購入をする前にチェックしていただくのと、生育初期にチェックをしていただくことは忘れずにやってみてください。初期段階にアブラムシがつきますと、繁殖をしなくても冬越しをして春に爆発的に増えますので、この時期のチェック作業が非常に重要です。ではこちらをご覧ください。この成長点の付近にアブラムシがいることが多いです。まずはこのように手で少し触れながら確認をしてみてください。
非常に小さくて、この中に潜んでいることがありますので、丁寧に見てあげてください。力ずくで葉を開きすぎますと、成長点が傷ついてしまいますので、注意をしてください。もしアブラムシを見つけた場合には、ハケなどでかき出すか、油石鹸水、もしくは希釈したお酢を、この成長点の付近に散布するようにしてください。それから葉の裏などもよく見てみましょう。初期段階ですと葉の裏に数匹いる場合もあります。このような時にはしっかり確認をして手で捕殺したりハケで払い落とすようにしてください。3つ目です。あまり過湿に育てないことです。そら豆は過湿に非常に弱いので根腐れを起こしたり弱々しく育ってしまうことがあります。そうしますと害虫に狙われやすい状態になりますのでアブラムシの被害にも遭いやすいです。先ほどの徒長した苗も同じですが野菜は健全に育てば野菜自体の防御力が期待できますので害虫被害に遭いづらいことが期待できます。ということで水をやりすぎたり水はけが悪い場所で育てるような時には十分に注意をしてください。最後4つ目です。しっかり株間を空けて育てていきましょう。そら豆は非常に株が大きくなります。狭い間隔で育ててしまうと株が茂ってしまったり通気性が悪くなるのでアブラムシの被害に遭いやすくなります。たくさん植えたいなという気持ちをちょっと我慢して間隔をしっかり空けていきましょう。こちらをご覧ください。一箇所このように種まきをしたらもう一つは最低でも30センチ以上空けるようにしてください。これでも春にはかなり茂ってしまいます。通気性が悪くなってしまいますのでこれ以上狭めると非常にアブラムシの被害に遭いやすくなります。もし少し狭い範囲に多く植える場合にはこのように千鳥に植えていきましょう。そうしますと狭い範囲でも株数を多く植えられて通気性も確保ができますのでぜひやってみてください。それでは質問コーナーです。こちらの植え時野菜ランキングにコメントいただきました。種まきではなく苗植えのランキングでしょうかというご質問をいただきました。毎月行っていますランキングについては種、苗、どちらも植え時のものをご紹介しています。種でまいた方がいい場合には詳細をお伝えするようにしていますのでぜひ毎月ご参考にしてみてください。これからの時期はほとんど種まきの方が多くなってくると思います。ぜひ皆さんも冬野菜に挑戦してみてください。頑張ってください。今日は春にアブラムシ被害に遭わないためのそら豆の栽培開始方法についてご紹介しました。この動画が面白かったという方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた。